映りましたかね。はい、皆さんこんばんは。長沢梅田茶屋町店の森村です。こんばんは。よいしょ、ね、ちょっとゲリラライブになってしまいましたが、はい、本日はもう皆様お待ちかねのこのバタフライピーについての追加発表がございます。こんばんは。あ、皆様こんばんは。レイブもありがとうございます。よいしょ。はい、もう12月ですね。よいしょ。12月ということで、なんかお店にあったちょっとねツリーを、はい、飾ってます。ちょっとねツリーも可愛い。ありがとうございます。ちょっとテンションが上がるかなと思って横に置いてみました。皆さんこんばんは。よいしょ。はい、前回ですね、マネーズサミットご参加いただいた方、誠にありがとうございます。夫婦で別の場所から一緒に見てます。ありがとうございます。ね、ちょっと音声がね混じってしまうかもしれないですが、よいしょ。はい、ということで、はい、お知らせがまずございます。で、今回ご配送の方ですね、ご遠方の方、大変お待たせいたしました。バタフライピーですね、ご購入いただけるようにセットの方ですね、考案させていただきました。こんばんは、森村さん。こんばんは、ありがとうございます。あ、いつもの方々、皆さん続々とありがとうございます。はい、バタフライピーですねの方ですね、よいしょ。まずご遠方の方ですね、今回セット1,2,3,4,5 5セットですね、はい、考えました。で、どれもインクも、はい、紙も楽しめるようなセット組を考えましたので順番に発表させていただきます。ちょっと次ね奥に置いときましょうね。よいしょ。はい、ではまず第、1セット目、あ、噛んだ、もう噛んじゃった。第1セット目です。これ本当にね毎回わざとじゃないんですよね。どうしたら噛まなくなるのか。はい、A セットです。じゃじゃん。 A セットインク&紙沼セットです。はい、でどういうセットかと言いますと、まずバタフライピーのインクですねと、よいしょ、やっぱりねバタフライピーは色が変わるものなので、じゃん、はい、山本茂雄さんのバンクペーパー高そぐプレミアムと、マシュマロ COC が入ってるものと、パスピエクリームですねが入ってる紙のセットと、さらにコスモヤライトです。はい、でこの3点のセットですねが A セットになっております。はい、でなんでコスモエアライトを入れたかというと、やっぱりバタフライピーはコスモエアライトすごく色が変わるので、これねこういうものを作ってたんですけど、コスモエアライトは水色にバタフライピーがなるんですね。よいしょ、こんな感じ。はい、一番水色に戻っていく紙がコスモエアライトです。この紙ですね。で、バンクペーパー高砂プレミアムがこの紫。はい、めちゃくちゃ色が全然違います。すごく楽しみがいがある紙が入っております。で、このマシュマロ COC とパスピエクリームですね、この2種類がどういう色になるかはぜひお客様の方でお試しください。はい、でもこれだけ色が変わるインクなので、すごくお手持ちの紙とね遊んでいただけたらなと思っております。まずこれが A セットです。はい、最後にねまとめてご紹介もするので、どんどんいきましょう。続いて2つ目、 B セットです。 B セットはよいしょ、青紫手帳セットです。はい、もうねこれ可愛いんですよ。合わせさせていただきますのはこちらと、よいしょ、で、はい、
モンテルキアちゃんです、はい、とさらにです。じゃじゃーん、パイロファックス、はい、めっちゃ可愛いですねこの手帳。よいしょ、今日ちょっとカメラちっちゃいな。よいしょ、引きの側欲しい。はい、こちらのですね手帳とのセットになります。エクスプレッションっていう、ちょっとこういうインクが飛び散ったような、はい、ここのね金、ちょっと金箔、金押しみたいな感じで可愛いんですよ。実はキラキラします。はい、この手帳とモンテルキアのリフィルとインクのセットになっております。これが B セットですね。はい、このねエクスプレッションのスカイの可愛いことで、中にリフィルも最初から入ってるのですぐに楽しんでいただけるようになっております。もう、ね、この相性が可愛すぎるんですよね。このこう飲み物の何でしょう、泡みたいな感じのイメージとすごく近いなと思って、はい、でモンテルキアの方はこれね、すごい綺麗な色が出ます。バタフライピーはこういう夜空みたいな、わーキラキラ、はい、こんなお色味がモンテルキアは出ます。でこれが B セットですね。この3点が B セットになります。よいしょ、そして次どんどん行きましょう。よいしょ、インクには戻ってきてもらって、次ですね、よいしょ、これもね手帳好きにはたまらないC セット、青月さん専用限定手帳セットでございます。これは何かというと、ね、はい、もうね、お分かりの方は、ファイロの100周年の限定です。限定です。で、よいしょ、開けちゃおう。じゃん！はい、100周年の記念の手帳になります。じゃじゃーん、かわいい。これもねリフィル中たっぷり入ってます。で2022年のものもあるのですぐにスタートしていただけるタイプです。でよいしょ、ここね100周年のマークが入っておりまして、なおかつシリアルも入ってるという、はい、お品になります。でこのタイプの100周年の限定とバタフライピーのセットですね。でしかも価格はちょっとお得にしております。なのでもうファイロの100周年欲しかったっていう方はちょっとぜひ必見のお品になっております。インクがねなんとほぼほぼタダでついてくるぐらいのちょっとお得感がありますので、ぜひご検討ください。はい、これが C セットですね。で、手帳続きでしたね。次はですよ。もちろん、ガラスペンです。はい。D セットになります。4つ目のセットです。4つ目のセットは、もちろん、こちらのバタフライピーに似合う、じゃじゃーん、青紫のガラスペンです。ちょっとねショートっぽいこのぐらいの大きさの可愛いグリ工房さんのうちのオリジナルのガラスペンになります。ちょっと半透明でにゅるっとしたすごく不思議なお色味になっております。お尻の感じとかわかるかな、こうちょっと半透明というかすごく不思議な感じなんですよね。もちろんラメインク、ね、ガラスペン使っていただけますのでたっぷり、はい、インクの方を楽しんでいただけるようになっておりますですね。これが D セットになっております。よいしょ、 D セットはこちら青紫ガラスペンセットになっております。よいしょ、で次どんどんいきましょう。最後 D セットです。 D セットはですねもう一番豪華なんです。何が豪華とか言いますと、
よいしょ。まずですね、もうモリモリでございます。よいしょ、せーの、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、あ、見えてるかな。まず、この下にある大きな書籍ですね、はい、最近出ました、初めてのガラスペン。もうたくさん、ちょっとね見せられないんですけど、たくさん、ガラスペンですねについて、もうフルカラーでございます。写真も載っておりますし、解説も載っております。武田健さんの著書になります、はい、こちらとインクですね。そして、はい、新作の検定ガラスペンです。アースですね、はい、地球をイメージしてパラグラスさんに作っていただいたガラスペンになります。よいしょ、ペンレスト付きですね。よいしょ、でこちらの方ですね、はい、これがセットになっております。で、しかもですね、この著書の方ですね、今回あの D、E セット、こちらのセットなんですけど、限定5セットなんですが、そのうち3冊だけちらっ、なんとサイン入りです。レアレア、超レアです。はい、なので、5冊中、5セット中3セットは超当たりです。はい、なのでね、当たられた方はもう超ハッピーですなので、ね、ちょっと運試し的な感じで、はい、楽しんでいただけたらなと思っております、サイン入りめちゃくちゃレアですね。はい、ということで、まあ、初めてのガラスペンということなんですけど、もうガラスペンの基礎からこうね、すごくあのガラスペンについての愛を、はい、たっぷり語っていただいてますので、もうガラスペン使っている方にも十分楽しんでいただける内容となっていると思いますね。もうこれすごい読み応えあるので、ぜひ皆様ね、セットでも単品でも入手してください。はい、これがEセットですね。EセットのEはアースのEです、ちなみに。はい、これは限定5セットだけになっております。これですね、インク&限定ガラスペンアース特別セットです。はい、ということで、ちょっと一覧を出し前に、よいしょ、2つですね、ちょっとご報告があります。この、全部のセットに、まずですね、このラベルのバタフライピンのラベル、私森村が描かせていただいたイラストがあるんですが、全てのセットにこのポストカードをつけます。はい、売ってないやつです、ね、ちょっとお団子さんにね、あのサポートを入れていただきながら私横に出向してはい、ということで、もう全てのセットにポストカード非売品つきます。そして、そしてもう一つ、クリスマスですからね、クリスマスプレゼントがないと楽しくないじゃないですか。ということで、マニーツサミットにね、来ていただけなかった方も、あのぜひ楽しんでいただけたらなと思いまして、マニーツサミットの時に特別に出ておりました、見えるかな、このマニーツサミットの特製ピンバッジ、エメラルドグリーンが可愛いこの特製バッジを、プレゼントします。 A セット以外すべてつきます。はい、可愛い、可愛いですね、これ。なので、このポストカードは全セットにつきます。よいしょ、ということで、ざっとじゃあおさらいをしましょうか。よいしょ、申し込み方法などはね、今から順次ご案内しますので、もう少々お待ちくださいね。よいしょ、久々にインスタライブをしてちょっとパニックってきた。よいしょ、はい、まず、よいしょ、はい、ラインナップはこの5種類になります。はい、A セット、B セット、C、D、E セットですね。で、お値段はこちらの通りになっております。
で詳細情報はこの後、19時ですねから長沢文具センター公式ホームページの方に、詳細が出ますのでこちらの方でご購入ください。よいしょ、これですね、お配送セットのご購入方法、はい、本日19時より受付ホームにて、受付開始いたします。お一人様いずれか1セットのみにですねになっておりますので、ご注意ください。でインク単品のご配送は今回ちょっと申し訳ございません、受付不可となっておりますので、ご遠方の方は受付ですねセットどれかをお選びください。はい、です。そしてもう一つお知らせがございます。これはお近くのお客様ですね、万年筆サミットに来ていただいた方でバタフライピー買えなかったっていう方すごくたくさんいらっしゃったかと思います。申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございませんでした。森村頑張りました。次のお知らせ、じゃじゃん、追加分ですね再販いたします。ただちょっとですね、数は多くないのでご注意ください。はい、ご来店ご希望のお客様へですね、明日11時より追加分を販売いたします。はい、ご用意しました、なんとか。はい、ということでマネツサミット買えなかったという方はぜひ明日からですねお店に再度たくさんではないですが並びますのでご購入いただけます。で誠に申し訳ございませんが、お電話やメールなどのお取り置きは受付ができません。申し訳ございません。でご購入制限はマネーズサミットと同じでお一人様2つまでとさせていただいております。はい、でどちらの、セットも単品の方ですね、お店の方のバタフライピンもなくなり次第終了とさせていただきますので、お求めはお早めによろしくお願いいたします。というところで、はい、ざざっとご説明しましたが、この公式ホームページの方ですね、で詳しくお写真であったり、内容品ですねを書いておりますのでご覧いただければなと思っております。はい、です。ご来店の方はですねちょっとピンバッジのプレゼントはご縁がないので申し訳ございません。本当はですねこのよいしょ万年筆サミットのピンバッジは3万円以上買い上げの方にしかプレゼントできないお品なので結構レア品です。はい、なのでぜひご配送の方は、チェックしてくださいという感じです。はい、で皆さんねちょっとご質問とかあれば今から受付しようかなと思うんですけど、で詳しく見たいとかありますか？ね、髪のセット一番すごく、ね、コスモヤライトがいいなと思いながら組んでるんですけど、今からちょっとご質問コーナーにしようかなと思います。ガラスペンもっと見たいとかありますか？うん、これねかわいいですね。ちょっとガラスペンも並べよう。後ろでさりげなく有名人がいますが、向井さん何してるんですか？いやいや普通にお店見てる。あ、本当ですか？それファイルのやつですか？ファイルの方、いやインクの、ご配送の特別セットを、はい、そんなんやってんしてます、はい、そんなんやってんですか？ご配送の特別セットでございます。え、これとか、これとこれのセットとこれと、それ自分が企画したインクだから。そうです。そういうエコひいきしてんの？あらマッシュフォードさんも何か考えなければいけない。いやいやいや、その、はい、めっちゃ面白いやん、ね、ちょっとね、似合うやつと、はい、これどこの、そこです、上なんですよ、あ、これです、本当はカメラ、これご自身で書かれたみたいなんで、はい、絵心ありますんで。ありがとうございます。ポストカードが、はい、全種類のセットにつきます。はい、ちょっとアシュフォードさんも急いで考えないといけない。あれだ
ってあれほらあの2月には出来上がってくる、はい、そうですね、出来ますから。あのオーダーメイドジャケットバージョン、ネオフィナードの紺色と死ぬほど悩んだんですよ。ネオフィナードの紺色とめっちゃ似合うなって思って悩んだんですよ。でももうね、なんでネオフィナードにしないの。お値段が飛んでいくじゃないですか。飛ばしていけばいいんだよ、飛ばしていけば。バンバン飛ばすんだよ。飛ばしますか。あら、ということでちょっともしかしたら追加のセットもあるかもしれません。はい、あのね、どれも数量限定なのでちょっとなくなり方があのわからないんですけど、もしもどうしても、はい、すぐなくなってしまうということがあれば。ちょっとそうですね、追加も考えたいなと思うんですが、手帳とかね、あのはもう本当に最後のお品なので、これね、よいしょ、このよいしょ、こちらの手帳の方はもうなくなり次第終了になってしまうので、これもですね、はい、ちょっと追加ができないセットになっております。ということで、ご検討の方はお早めにお願いいたします。もうね、最後のよいしょ、2021年の、ね、頑張った自分へのご褒美とかね、ご褒美ぴったりな、はい、セットになっておりますので、ぜひご検討ください。そういうところかな、ね、ピンバッジも可愛いのでね、ぜひあのマネッツサミット来れなかった人にはちょっとイベントの、ね、感じをよいしょ、楽しんでいただけたらなと思っております。は深い、ピンマッチもこんな感じ、はい、で、ポストカードの方は今鋭意制作中でございますので、まあ、この絵がねポストカードになってきます。文字はねないので絵単体なんです、飾ってもいただけますという感じです。ご質問は特になさそうですかね。一応、19時に、よいしょ、ホームページの方に出ますので、こちらの方でかなり分かりやすくは書けてるかなと思うので、そちらで見ていただけると幸いでございます。あら隣からなんかネイビーあって、ネイビー、ああのアショードのヘリテージコーチの青み系なんで、セットで、はい、何とこのリムのこのこれと一緒に、いや、なんかもっと真っ青なやつがいいですね。もっと真っ青なやつ、ネオフィナードかな、ネオフィナードかな、じゃネオフィナードね。でも紫とかもいいですね、なんか紫系とかもいいよね、いいですね。そうですね、うん、いいよね。モダングレースとも良さげです。あ、モダングレース、ほら、うん、かわいい。これだったらモダングレース全然。あ、じゃあ。モダングレース全然いいじゃないですか。モダングレースのセットもちょっとじゃあ考えたい、ね。やっぱり文房具もコーディネートしたいね。そうですね、うん。もうまとめてトータルコーディネートしたいので、はい。ただあのやっぱりこのバタフライピーは色が変わるインクなので、リフィルを例えば手帳に5種類入れるとします。すると全部色が違うので、それ全部同じインクなの。同じインクです。すごっ。え、真ん中全然色違うじゃない。これも違います。うわ、全然違う。はい、なので種類をたくさん、あのリフィルの種類を変えると手帳の中がカラフルになります。しかも1色だけで、こんだけ違います。なのでちょっとこうね、プライベートのことは青で書こうとか、仕事のことはちょっとこういうネイビーで書こうと思うと、リフィルを開けていただくと一色だけで、はい、たくさん楽しんでいただくことができます、ね、この紺色とかだとクリスマスカードとかにもいいんじゃないですかね。今これも好きなんですけどね、コスモエアライトの水色かわいいです。よいしょ、はい、という感じで、よいしょ、配送の方ですねと店舗の方の追加の方ご案内させていただきました。よいしょ、今のところはご質問等ない感じですかね。なんかじっくり見たいものあれば今移しますのでよろしくお願いします。
ね、ご遠方の方にはとても大変お待たせしてしまったんですが、よいしょ、今のうちにウェーブを返しておこう。ちょっと揺らしてしまってすいません。特に今はなさそうですかね。この後、19時からですね、受付は開始いたしますので、マネースサミットにご購入いただけなかった、近隣のお客様には明日から、追加分を販売させていただきます。ただ数に限りがございますので、お求めはお早めにお願いいたします。はい、こんな感じです。マネースサミットに来ていただいた方どのくらいいらっしゃるんでしょうね。一応この、インスタライブも、よいしょ、アーカイブに残しますので、よければ後ほどご覧いただければと思います。ウェブが追いついてなかったですね、すいません。よいしょ、こんな感じです。よいしょ、申し込んだけど売り切れてたら他のセット選べるんですか。そうですね、他のセットを選んでいただけます。店頭というのはセットのみですか。店頭の方はこの単体でのご購入がいただけます。の、ご配送セットはご配送のみの受付になりますので、よろしくお願いします。アースを見せてください。はい、アースをお見せします。もう一本一本違うので、このね、上の雲の模様が一つ一つ違います。何とこうしたら見えるかな。地球をイメージしてます。で、今回コンセプトカードもつけておりまして、よいしょ、こんな感じです。はい、パラグラスさんと長沢文具センターのコラボレーション商品です。実はこのカードは森村がパラグラスさんと一緒に作りました。はい、キラキラで、この下の部分の軸の下の部分もちょっと半透明の、よいしょ、見えるかな、こういうシークレットホワイトというガラスを流し込んでます。ちょっとね、ギャラクシーな感じです。めっちゃ綺麗。はい、アース素敵ですね、ありがとうございます。はい、ね、ちょっとブルーなところもクリスマス感があっていいですね。もちろんプレゼントにもいいと思いますので、今年1年頑張った自分へのご褒美にも、クリスマスの大切な人へのプレゼントにもおすすめです。でペンレストもついてきます。結構握りやすい太さになっているので、初心者の方でもおすすめです。森村さんお好きそう、ギャラクシー、そうです、めちゃくちゃ好きですね。天体ものいいですね、ということで企画させていただきました。はい、こんな感じです。よいしょ、このちょっとね、ギャラクシーな感じと、このクモエリバーとかのね、この辺のキラキラ感すごく合うので、これ限定で5セットだけ作っておりますので、本当に絶対欲しいっていう方いらっしゃいましたら、早めに19時からです。で、今回抽選ではないので、ちょっとどうしても買いたいっていう方はお急ぎください。はい、そうなんです、ちょっとね、今回抽選できてないんですが、あとね、今年の思い出作りにもぜひしてください。よいしょ、地幅はどのくらいですか。一つ一つ手作りなので少し個体差はあるんですけど、だいたい中細ぐらいですね。中細、中字ぐらいですね。よいしょ、他はご質問ありますか。よいしょ、
振り工房さんもねちょっとぷっくりした感じのペン先で可愛いですね。大体そうですね、中細中字ぐらいですね、振り工房さん。よいしょ、という感じです。めちゃくちゃ散らかしましたが、はい、こんな感じでおさらいしましょうか。よいしょ、やっぱりすごく紙、いろんな紙で楽しんでいただけるインクになっておりますので、クリスマスカードを書いていただけるととても嬉しいです、うん、いいですね。ちょっと白抜きで文字残しても可愛いかもしれません。また冬の夜空っぽくて、はい、おすすめのカラーになっております。ということで、この後ですね、19時からですね、ホームページの方でご配送セットは受け付けさせていただきます。で、気に入りのお客様ですね、お店行けるよっていう方は明日11時から、追加分ですね、あの数に限りございますが販売させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じでいかがでしょうか。今から入られた、入ったよっていう方もこの後19時からですね、詳細の方が載っておりますので、ぜひご覧いただければと思っております。はい、という感じです。ということで、皆様の、お申し込み楽しみにしております。頑張って、ポストカードも鋭意制作中ですので、すぐ仕上げてまいります。はい、ということで、よいしょ、はい、またフライティーですね、皆様にお届けできるのがとても楽しみです。マネツサミットですごくすぐ完売してしまって本当に申し訳ございませんでした。せっかく来ていただいた方にも、ね、ないんですっていうのをすごく心苦しくて仕方がなかったので、もうね、なんとか追加分ご用意できてよかったです。お店でもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、よいしょ、6時過ぎましたので、今日はこのぐらいで終了させていただきます。はい、皆様この後、19時からですね、お配送セットの受付お待ちしております。そして、ご来店の方ですね、明日の11時からですね、お待ちしております。はい、ちょっとお取り置き等々できませんのでご注意ください。はい、ご配送の方の方ですねは、インク単品の、ご配送は受付不可となっておりますので、恐れ入りますがセットの方からお選びいただけますと幸いです。はい、ということで、はい、本日はどうもありがとうございました。ぜひ、はい、クリスマスカードとかね、バタフライピーで書いていただけるとすごく嬉しいなと思っております。ということで、皆さんもぜひゲットしてください。気に入りのお客様も、お待ちしております。ということで、森村さんの声が癒しでした。ありがとうございます。こんなに癒しボイスでないとは本人には思っているんですが、ご列が回ってないだけかも。今日も噛みましたしね。よいしょ、こんな感じで、では、本日ですね、バタフライピーご配送セットと、店舗の方のですね、再販のお知らせになりました。ということで、皆様ぜひ、はい、機会とお財布に余裕がございましたらご検討いただけますと幸いです。はい、ということで、本日はどうもありがとうございました。バイバーイ。